まーこさんは食べたものの時間です。今日は友人と居酒屋さんに行ったところ、お料理が美味しい上にコスパも良くてお店の方も最高だったので、緊急で動画を回してみましたという動画になっております。そんな今回のお店はこちら、肉酒屋わっかさん。地図で見てみると、地下鉄丸太町駅から徒歩10分くらい、府庁前という交差点の近くにお店はあります。地下鉄丸太町駅から地上に上がったところ、御所のある烏丸丸太町の交差点南西角から歩いてみますと、丸太町通り南側を西へぐんぐんと進んでまいります。この辺りには古食堂愛好家の中では有名な洋食の白泉さんのある通りです。そんな白泉さんを通り過ぎ、烏丸丸太町から5つ目府庁前の交差点を南へ左に曲がります。通り名で言うと、こちらカマンズ通りという北行き一方通行の通りとなっております。そのカマンズ通りを80メートルほど行くと、右手にお店が見えてまいります。道順はお昼間に撮らせていただいたので、お店は閉まっておりますが、ビルの1階にあるお店、階段を3段くらい降りたところに入り口がございます。早速お邪魔してみますと、店内は奥にさらに広く、手前に半個室感のあるテーブル席が2席、そしてオープンキッチンに10席ほどのカウンターと、こちらにもテーブル席があります。さらに奥に行くと、お座敷タイプの広い個室があって、グループでも少人数でもお一人でも利用しやすいお店となっております。早速メニューを見てみますと、バターコーン400円のほか、和牛すじこん、しば漬けとお肉の春巻きなどの一品料理に、ポテトフライ、鶏の唐揚げなどの揚げ物、そして和牛細焼き、牛下がりの鉄板焼きなど美味しそうなメニューが並び、和牛キングホルモン焼きそば1500円やガーリックライスなどなど、締めのメニューも充実。ステーキなど牛を中心のラインナップですが、サラダや冷ややっこ、枝豆など居酒屋さん的気軽なメニューも揃っています。そしてお飲み物には、生中580円のほか、ハイボール、サワー、ホッピー、日本酒、焼酎、ワインなどなど、こちらも豊富なラインナップ。まずは人気の果肉入りサワーをお願いして乾杯と参ります。あのビリベリー取ってほしい、今度まーちゃん。ベリベリベリって何？ベリ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 って何？私次頼むから。ベリベリそうだね、トマトガバガバやった方がいいな。トマトが凍ってんの。家でもできる。凍らせてこう潰したし。で、私のおすすめはこのね、これもおすすめなの、あのドールの缶詰のやつ、あれも缶詰ごと来てポーって入れる。というわけで、ドールの缶詰サワーをアルコール抜きにしていただいてお願いしてみました。お酒を飲んでいてもたくさん果物をいただいて罪悪感がなくなるし、見た目にもとっても可愛いですね。そしてまず登場したのが、アボカドとトマトのゴロゴロサラダ830円。お醤油ベースのドレッシングがかかっていて、5人で分けてもたっぷりとお野菜がいただけました。そして肉やっこ580円。肉豆腐のようなメニューで、お肉の量に対してこのお値段はコスパが良くて驚きます。そしてお大根の炊いたん。お肉のメニューが続く中、こういうほっこりするメニューもいいですね。さらに和牛炙りユッケ1300円。ほんのり炙ってあるので、生は苦手という方でも食べやすいかと思います。それではいただきます。早速パクリンとしてみると、お野菜がシャキシャキなのはもちろん、お醤油ベースにガーリック風味がかすかに感じるドレッシングで、お食事のプロローグにぴったりのお味。部活の帰り道、美味しそうな香りを住宅街で香りながら歩いていると、ぐんぐん食欲が湧いてくる、あんな感じに似ています。そして肉やっこ。肉豆腐って生まれて初めていただいたのですが、甘辛くしっかり濃い味のお肉は、お砂糖だけじゃない、お肉の脂から出る甘みも相まって奥の深い味わい、そこに舌触りひんやりするお豆腐がとてもいいバランスで、濃い味なのに前菜感があってとっても美味しいです。
そしてこちらの炙りユッケ、ほんのり炙ってあるのでお肉の甘みをとっても感じるユッケで、お味もマイルド、半生感がとても美味しいし、いいお肉なのがビシビシ伝わってくる上品なお味です。そしてお次に登場は和牛キングホルモン焼きそば。ポテポテの大きなホルモンがゴロゴロ入って、たっぷりのおネギと紅生姜で最高のおめかじさん。湯気とともにソースとお味噌の甘くていい香りがしてきます。太めのもちもち麺に天才的に美味しいソース、そしてホルモンの油が甘みとツヤをプラスしていて、みりんを入れたみたいなテカテカさと、ソースだけではどうしたって出ない奥行きがあります。食べていると唇がピカピカになってくるのですが、それをペロリと舐めた時の背徳感がたまりません。その頃噂のベリーベリーが登場いたしました。かわいい、インスタ映えするかわいさ、いくつになってもかわいいはやっぱり最強です。そしてこちら、高級感が一気にアップする国産黒毛和牛炭火焼き赤身ステーキ2200円から 100g から注文できて 10g 220円。この時何 g やったか忘れてしまったのですが、一人に3枚ずついただける量でした。そして続いて登場はこちらも名物、肉の塊オムレツ1980円。ハンバーグ2個 300g をとろとろチーズと卵で包み、デミグラスソースがたっぷりとかかっています。こちらハンバーグは2段重ねになっていますが、1段でお願いすることも可能です。続いてこちら、和牛ホルモンミックス鉄板焼き2300円もやってまいりました。お肉が見えないくらい乗せてある青ネギが見るからに美味しそう。こちらは醤油だれ、味噌だれが選べますが、この日は味噌だれやったと思います。ステーキはニンニクチップや岩塩、抹茶塩にわさび、お味噌などいろんな味で楽しめるようになっています。早速ガーリック塩でパクリンチョしてみると、おいしい、ね、おいしいね、お肉おいしいよね、うん、赤身の程よい歯ごたえと、噛めば噛むほどじわる旨み、20代の頃みたいにカルビ3人前とかは食べられなくなったけれど、こういういいお肉を2、3枚しみじみいただくことに幸せを感じます。そしてハンバーグオムレツ、酸味と甘みが絶妙なデミグラスソースもとっても美味しくて、卵がふわふわ、つなぎ少なめな肉肉しいハンバーグとも相性抜群です。そしてホルモンミックス、こんなんは美味しいに決まっています。食べる前から分かっていたけれど、食べたらやっぱり美味しかった。青ネギに隠れていろんな部位のホルモンが出てくるから、次は何かなとワクワク感が楽しいです。お味は甘辛いお味噌味に、程よい焦げ目が苦味をプラスして、白ご飯くださいって言いたくなる美味しさでした。そして友人おすすめのこちら、いぶりがっこクリームチーズ380円。いぶりがっこのシャキシャキ食感とクリームチーズの酸味とコク、そこに燻製のような香りが混ざり合って美味しいのゴンゲ、お酒に絶対合う美味しさでした。そしてまたまた食べます。続いては渾身の肉山ガーリックライス980円。お肉がブルンブルン揺れるくらいに乗ったガーリックライス、香りがお伝えできないのが悔やまれるほどいい香りが立ち込めています。ガーリックの香ばしさとお肉の甘み、しぐれ煮とまではいきませんが甘辛く炒めてあるので、ご飯と混ぜればお給料日に食べる楽しみのお昼ご飯みたいに贅沢な美味しさです。あまりにも美味しくて、みんなそろそろお腹いっぱいやったみたいなので、3回くらいおかわりさせていただきました。そしてこちらが本当の締め、シビカラタンミョン950円の登場です。こちらは中国発祥の極太平麺で、春雨の仲間らしいんです。お味は豆腐チゲっぽい感じ。早速チュルリラしてみると、こちらがめちゃくちゃ美味しい。極太平麺がもちもちで、なんとも言えない初めての食感。つるっとしているのにもちもちシコシコしていて、さらにスープともよく絡むから、一人でいっぱい食べられる勢いで美味しかったです。もう食べられない、お腹いっぱいってなってても、
こちらはぜひ食べて帰ってほしい締めの締めにおすすめの一品です。デザートには八つ橋アイスでお口の中さっぱり。これだけいただいて1人4,000円、コスパ最強でお味も最高。お店の方も明るく気さくで、一度来たら定期的に通いたくなるお店でした。肉酒屋ばっかさん、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。友人のおすすめで行った居酒屋さん、お料理全部美味しくて、飲む量はそんなではないけれど、あれだけ食べて1人4,000円やったので、つよつよコスパやと思います。焼肉食べ放題に行くほどお肉は食べられないお年頃だけど、あれこれいただきながらお肉もしっかり食べられるし、大変満足な夜となりました。府中前周辺はお店がポツポツ増えつつあるので、開拓しがいがあって楽しみです。それではまた次のお店でお会いしましょう。バイバイ。